データを気にしてとか、はい、前の日に相手選手のデータをすごい予習するピッチャーとかも結構いるじゃないですか、はいはい、そっちのタイプではないけれども感覚的に相手との記憶ってめちゃくちゃあるタイプですね。そうですね、一応試合前とかに、全部データ見て。全部見る、全部見ますよ一応、自分の場合こうカウントが大事だと思ってるんで、わかります、0-0 とか0-1とかあれでも面白、心理がバッター心理って変わるんで、そこのどうやって追い込むか、相手にいいスイングさせないかっていうのを考えて、であとは傾向だけを見ますよね。自分が例えばワンツーの時に、スライダー多いとか、相手は例えば有走者って、二塁ランナー以降に行った時に、初球打ってくるとか、そういうデータがあるんですけど、それをだけチェックしといて、困った時にそのデータを使ってやってましたね。で、他のピッチャーに比べてそういうの結構データって重視する方でした？自分はしますね。もうできるだけこういろんな情報を知りたいんで、でやっぱその試合で楽したいっていうか、いいピッチングって絶対、ね、何も考えられなくてもピッチングできるんですけど、悪い時ってやっぱりこうなんか変えなくちゃいけないとか、なんかこう突破口を見つけなくちゃいけないんで、そういう時のデータを持っとくようにはしてますよね。